これ人じゃないんですよ実は。これあることを頑張ったら、そのあることを頑張りすぎて力入れすぎてこうなっちゃいました。バイタン太郎さん、タコ花火ありがとうございます。まあ、いつかまた教えますんで。そんななんか DV とかじゃないです。メンバーからやられたとかじゃないので、全然そんな気にしないでください。障害物競争したのかな。あ、まあそっち系そっち系。AKB ツアーで12秒披露したら会場からめっちゃ歓声が上がって。12秒やっぱ人気だよね。12秒だと大人列車めっちゃ人気なイメージ。新曲明日21時から配信されますね。お、発表されました。それ何で発表された。 X？ うん、今発表されたね。ぜひ。引用しとこ。タイトルさ、僕はやっと君を心配できるさ、ハッシュタグ間違えないかいつも心配になっちゃう。そう、今日ごめんね、2回配信するって言ったんですけど、ちょっとできなかったから。お昼間はなので一旦1時間今からやって11時からもう1回しようと思っております。明日の21時ぜひ皆さん聞いてください。メルコさん、玉屋ありがとうございます。てんてこちゃん、花火ありがとうございます。ごめん、ちょっと読めてなかったらごめん。バルタン太郎さん、花火ありがとうございます。あ、バルタン太郎さん、玉屋の方もだ、ありがとうございます。青城岳さん、花火ありがとうございます。はじめまして、やっほー。ほら、8000人突破。何のショールーム。あら、全然ショールームのフォロワーは気にしてなかった。やすさん、花火ありがとうございます。いつの間も披露してたん。昨日7999。ほんと、じゃあここであれだね。あ、今8001人、やった。今一人外したらどうしようとか思ったけど、そうだ。でこの時間はちょっとあれを書きます。明日のいおりちゃんの生誕祭のあのレディオネームのやつを、もうね、いつもね、あのコピー用紙をもらって帰ってきてたんですけど、今回もらって帰ってき忘れて、もう今後必要になるからと思って、もう自分で買いました。コピー用紙いくら間違えても大丈夫。いや、それ間違えてもいっぱい全然くれてたんだけど、紙自体は。
このサイズだったかな、この半分、こんなちっちゃかったっけ、もう一個でかかった気がするな、失敗したな、こんなちっちゃかったっけ。ゆうちゃんプレゼント、とりあえずケーキは作ります。でもプレゼントなんか欲しいって言ってたのあるんだけど、ちょっとなかなか見つけられなくて。いいの、 A4 か、間違った、私 B5 買ってきちゃった、最悪。拡大コピーとかできるかな、これで。え、 B5 半分にしたやつをさ、こう A4 半分にしたやつ分に大きくとかできるかな、できる。じゃあいっか。去年どんなのにしたっけ。カラーにする、いやカラーにはしないです、私はカラーはしないかな。粗くなる、まあちょっとぐらいなら仕方なし。どんなのにしよう、去年どんなの、去年なんかキュウリにしたよね、なんかそんなイメージあるわ。仕方ないよね。いや本当はもっと前から作るんだけど、基本はね。今回はちょっと。でもこれあんまりね、これ実はメディオネームってあんま長すぎるとさ、なんていうの、読めないじゃないですか、その時間中に。だからだいたい3行分ぐらいって決めてるんですよね。だからもしかしたらちょっと書き足りないよっていう人いるかもしれないんですけど、申し訳ない、それに関して。そうそう、いやわかんない、書き足りないよって文句言われたことはないんですけど今のところ。でもなんか多分思ってる人いるんじゃないかなと思ってて、そうそうそう。かわいい。キュウリちゃんと。私イオリのこのキャラクター描くのめっちゃ得意なんだよね。イオリよりこのキャラクターうまく描ける自信ある。翔次郎さん、たまやん、ありがとうございます。そうぐらい私これ結構自信あるんだよね、このキャラクター描くの。可愛くない？
こんな感じにしようかな。だからもう一個書かなきゃいけないのがあるから、どうしよう。文字書くのにいつも迷うんだよね。何使うか、ローマ字、カタカナ、漢字、ひらがな、どれで文字書くかめっちゃ迷ってる。いつもこんばんマン、こんばんマンゴーなかったんだけど、宅の名前書く場所、おはの人はここです。レディオネーム持って帰る、持って帰るな。書け書け、ちゃんと。でも結構可愛いかも。カタカナ、今回カタカナはどうでしょう。田中伊織生誕祭2024。読まれない、出た。読まれるか読まれないか書いてみないと分かんないじゃん。それやだ、そうやって言うの。別に人で選んでるわけじゃないからね。一回読んだと関係ないからね。ただこれあれなんで、いつもの紙と違って透けない、あ、透ける、ちょっと透けるかも。よし、そう、宝くじも買わないと当たんないんだから。なちゃん誕生日、そう、あと4ヶ月。早いのか遅いのか分かんない。どうなんだろう。今年の生誕フラスタも楽しみだし、どうなるんだろうね今年は。でも私やっぱり水色と白とか青とかがいいな。エリアメールってなんだ。ちなみにゆりちゃんのハーフツインのイメージあんまないかもしれないけど、私がハーフツイン好きだからハーフツインにした。このいおりは今やっぱ鉛筆とさタッチが変わるからなんかね、ちょっと可愛くなくなっちゃうんだよね、悲しいことに。
して何の髪型するんだろう。ヒヨリ、私の予想はねじりハーフアップ。いや違う、ねじりハーフツインだな。と思います。こんな感じ。よちゃんの方がさ可愛かったでしょ。うわ、浮気しちゃダメだよ。でもウェルカムも書くかな。ウェルカムってウェルカムボードね。すでに地域の、ああはいはい、これキュウリの車じゃない、これ手だよ。こうふんって持ち上げてる手だよ。車って言ったな。生配信観覧当たった。あ、本当？おめでとう。グッズ出してください。グッズはあれ5周年のやつだから、私は5周年まだなってないから出せてないんだと思う。こんな感じでもいいんじゃない。今回めっちゃ納得だわ、一発目から。大体納得いかないことが多いんだけど。顔はね、もう私どうしても似せられないから仕方ないんだよね。書いた原画いつもどうなの？え、捨てる。全然。こんな感じかな。一旦じゃあこれはこれで一旦ね。次もう一個の方書きますか。
もう一個はあのいつものやつね、質問の方なんか何人かが私の投稿にいいねしてくれてる。うるせえ、荒らすな。なんか謎の嵐が来たね。しかもこの嵐さっきまでなんか後ろに点々点私を怖がらせようとしてました。だるすぎどういうこと17歳。ダメだよ、どこはミンドが低いとかそんな全部をまとめて言ったらこの人だけかもしれないでしょ。それはよくないよ。あと何、キュウリとキュウリと熊本、あとニャンだね。2個はね、ワンちゃんはねちょっと私書くの下手なのよ。職員近いんでまた今度行きます、よろしく。私手書き派だね。いや iPad で書いてもいいんだけど、その iPad で前こうこれどうですかみたいな感じで送ったらなんか画像のサイズがちっちゃかったのかでなんかちょっとあれだったから、それなら手書きの方が早いわと思って。全然関係ないけど、東京くん、花火ありがとうございます。猫みたいな、犬って、これじゃ書くスペースがないっていう。
これ97,560かな。あれめっちゃ減ったね。ありがとう。なんと手術して明日入院して明後日手術して鎖骨のプレートとボルト9本抜いてまで。なんでそれ、そう大丈夫そう、どうなってる、どういうこと、どうしたらいいんだろう。ただこれをどうその質問系にしていくかだよね。質問の紙に しようかな。2個メインで書いてみるか。なんか違うな。2個HKT 発行したいさん、花火ありがとうございます。2個の生誕祭みたい。いよいよ喜びそう。
シャンボリーより。あれって。あえてでもこういうのも面白いかもね。主役奪われちゃったバージョン。まあ生誕コーナーもね、ちょっと待ったがないとねやるか分かんないですからね。実際はね、どうでしょうね。そこはそこはまあ分かんないです。まだワンワン、かわいい。
かわいいねこれ。これにしてみようかな。ただちょっとここの中の線が気に食わないから、ここだけちょっと書き直したいから、でもいい感じ、こんな感じにしよう。明日はさ、トリニータが千葉戦じゃないですか。でも明日は見に行けないんですよ。ワンチャン7日見に行けそうなんだよね。めっちゃ行きたくて迷ってる。絶対ではないんだけど、見に行きたくて超迷ってる。行けそうではあるけど、確実かどうかって言われたらまあちょっと分かんないんだよね。失敗した、長すぎた線が。ねえ、山形だっけ。私愛媛だと思ってた。愛媛もやったっけ、2回とも。そう、行きたいんですよ。ちょっと行けるかどうか分かんないけど、よりに何聞いたらいいかな。一番好きなのは誰ですかって。よりちゃんの一番好きな人は誰ですかって。花火、あ、1万タワー分だ、ありがとう。花火ありがとう。さすがにイオリは私って言うはず。時間合わずごめん。いいよん。駆けつけてくれたから許そう。今日髪染めてみ、染めてないんだよね。染めたらちゃんとね、言うよん。あ、すみさん、花火、タワー、ありがとう。
ワイタン太郎さん花火ありがとう。ちょっとでモチベ上がりますように、ありがとう。いやモチベっていうかね、なんかね今日ちょっとね気持ちが沈んでた、ちょっと時間があったんだよね、なんでかわかんないけど、たまにあるじゃん、私あるあるじゃん、これに関しては。最近なくなった方ではあるけど、ひろちさん花火ありがとうございます。明日さ測定をしたいんだけどさ、ゆうちゃんの生誕だし。あ、HKT 箱押したいさん花火タワーありがとうございます。したいんだけどさ、でもイップス精神的にちょっとしたくないって思っちゃうんだよな。手首はもう大丈夫なんですけど、ちょっと気持ちが追いつかなくて、本当にあー下手って思われるのかなみたいな。むくたわきた、あ本当だ、ヤスプッチンさんお祭りタワーだ、ありがとう、イエーイ、ありがとう、はーい、でかいのだ。 BB さんタコ花火ありがとうございます、ありがとう。フレームだ、ありがとうございます。うなぎうなぎうなぎ、またまたって何、うなぎ私今年1回も食べてないのよ。ゆうちゃんは側転ね鬼できないです、私の500倍ぐらいできないです、あの子は。ワルタン太郎さんタコ花火ありがとうございます。そうだからやりたいんですけど、本当に気持ちがなんかもうどうせまたダメだって言われるんだとか思うと、なんかどうできないなって思っちゃう、気持ちが追いつかないだからいつもさあちゃんにお願いって言っちゃうんだけど、明日はよりの生誕だし、よりのファンの人はきっと私の側転を望んでるはず。じゃん、あと質問って書かせた。復帰戦って言わないで。でもなんか一回なんか怖い怖いっていうか、したくない、怖いできないって思っちゃうとどう、やっぱできないんだよね。いい感じ、あゆうちゃん隠しちゃってた指で一番大事なところ、いい感じなんじゃないかな、かわいい、いいと思います。じゃあ完成かな、一旦いいんじゃない。ゆうちゃんには見せちゃダメだよ、スクショとか送ったらダメだよ、載せないでね、スクショ。よし、オッケー。この謎の原画どうしよう、このこのこのにゃんのやつ。今回でもやっぱねイオリだからイメージしやすかった。
猫の肉球描くときって何個だっけ、ポンポンポンって上に描くやつ。ワンちゃんと猫ちゃんなんかあれだったよね。なんかイラスト描いて、このエッグタルトってどのエッグタルトなんだろう妹のエッグタルトなのかな。3つ、猫が3つ犬が4つ、なんかあるよね。なんか3つか4つでさ、なんかあるくない、イラスト描くときどっちがどっちか。このエッグタルト、どのエッグ妹じゃないエッグタルト。猫は4つ、前か、どっちも4つ書こう。完成。別にどこに使うわけでもない原画、原画からさらに色はつけてないけど、妹の役だと、あ、やばい、妹だった。たまに見てるらしいよ、配信、今でも。にゃんとワン、かわいい、これそう、あと10分ぐらいだね。これどうしようなんか可愛いから捨てるのもあれだな。最近おい子が可愛くてさ、写真しか見れてないんだけど、最近は会えないから。可愛いんだよね、マジプリプリ本当に。絵はがき欲しい、絵はがきね。なんかさ、タブレットとかで絵描いてさ、それをなんかこうさ、 LINE 公式 LINE とかに送って、それをさ、なんかコピーとかするのでダメかな。ね、最近保存したおいっ子の写真。またマジムチムチなの。でもプリプリ。可愛いが、みんなには見せられないんだけど。めっちゃ簡単に描くとこんな感じあった、ほんとだ。映画さん、花火のタワーありがとうございます。超簡単に描くとこんな感じなんかちょっと座って前かがみになってるんですよ。でもこんな毛量ないんだけど本当にこんな感じいや、これシーン見たらわかるんだって。ほんとこんな感じなんだって。え、こんなんだよねねえ、妹よ、こんなんだよね。ちょっと待って
なんかいいのないかな、もっと書きやすいやつ。でもこんなんだって本当に座り方的にも。ちょちょ、マジマジマジリアルにこんなの、なんか書きやすい正面向いたやつとかないのかな。あ、そう、最近なんか6ヶ月になったんですよ。だからその6ヶ月の時のこう写真、めっちゃ可愛いやんけ。え、めっちゃ赤ちゃんの特徴掴んでるでしょ。配信渡せた後からクレームが来るやつだな。ちょ、なんかだから6ヶ月だから、なんか6ヶ月記念の写真みたいなの撮ってて、なんかでっかい旦那さんのかなズボンかなんかにこうあえてこうちっちゃい僕が入って写真撮ってるやつがあったんだけど、こんなんこんなん本当にこんなん。 HKT ちょうどさん花火ありがとうございます。バイタンタラさん花火ありがとうございます。マジでこんな感じ。本当に本当にこんな感じだからね。超うまいから。本当にこんな感じだよ。でも可愛いの、プニプニで。 HKT ちょうどおじさん花火、タコ花火ありがとうございます。こんな、ほらこんな感じで、ほら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 。こっちはちょっと違ったかもしれんけど、でもこんな感じですから。スプッチンさん、タコ花火ありがとうございます。でもこんなんです、本当にうちの甥っ子ですこれ。はい、以上お絵かきでした。あと4分で一旦配信終わり。そうそう、達成そう、本当やった。でももう一回配信するのはするから、マジほんとこんな感じです。ほんとに直接会えたのは1回ぐらい、1回かな、1回の気がする。マジで今欲しいものとかないのかな。いや、前はなんかバウンサーみたいなの買ったんですけど、まあ、そんななんか頻繁にポンポン買えるほど私もね財力があるわけではないんですけども、何が欲しいんだろう。まあね、そんな高いものじゃなければ。お洋服買い、お洋服買ってあげたい。10月？そうね。10月ならコンサートも終わってちょっとだけ落ち着くはずだからね。あ、そうそう、エイプリルフールの写真は甥っ子です。あれは今まで甥っ子にプレゼントないね、届いたこと。梨の時期には財閥ねとかそう思うじゃないですか。私は全部自分で自分のことにも賄ってますから。ヤスプッチンさん、たまやんありがとうございます。何買ったらいいと思う、何買ったんだろう。あ、でもスニーカーとか買ってあげたい。なんか可愛いちっちゃい子供のコンバースみたいなやつ、大きくなったら履けるように。 BB さん花火ありがとうございます。達成？タコ花火か、ありがとうございます。ワンちゃん達成じゃない、大きくなったらリナちゃんって呼ばせます。絶対絶対リナちゃんって呼ばせる。まさにコンバース、コンバースにしようかな。ちょっとまあそこはでも妹のあれも希望を聞きながらだね。達成したかな。とりあえず
一旦終わって23時にもう一回配信しますのでお願いします。じゃあ13位マックさんありがとうございます。12位メルコさんありがとうございます。11位長次郎さんありがとうございます。10位 BB さんありがとうございます。9位青白武さんありがとうございます。8位ヤスさんありがとうございます。7位 HKT チョイゾージさんありがとうございます。6位タカさんありがとうございます。5位エイカさんありがとうございます。4位スミさんありがとうございます。3位 HKT 白押したいさんありがとうございます。2位バルタン太郎さんありがとうございます。1位ヤスプッチンさんありがとうございます。じゃあこの後23時からお願いします。達成してるといいな。多分してそうだけど。じゃあまた後で。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさいじゃないわ。